いやもうやっぱり UC すごいな自分なら名古屋を誇るべきだと思いましたし、40歳側が全員4000円払って入場無料パーティーやって、はい、みんなを逆にもてなす。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。続いて、はい、名古屋の話ね。コロナ禍の時から名古屋のストリートダンスヒストリー、はい、プロローグとして80年代を軽くまとめて、90年から2010年までを1年ずつ、すごい時間かかったよ。そうですね、本当にあのコロナ禍だったからっていうのもありましたけど、あんなに大事になるとは思わずにやりだした自分も止まらなくなって、はい、すごい反響あった。感じありました、うん、特にやっぱ先輩たちがすごい喜んでくれたのと、あとはまあ今でも時々こう若い子がずっと知らずに踊ってたけど、知れて嬉しかったですとかって言ってもらえると、なんか良かったなと思いますね、はい、いや、はい、すごいのよ本当に。名古屋のシーンが気になる方はもう、そうですね、はい、あれを見たらね、ああなるほどと。そうです、うん、でもそうやって名古屋生まれの名古屋育ちでずっと名古屋だけど、だからこそあんだけ名古屋にこだわってるというか、もともとは名古屋を出たいと思ってたぐらいではあったんですよ、いろんなイベント顔を出したりいろんな人と話しすると、どんどん先輩がいかに大きいかとか、かっこいいかってことも分かってきましたし、東京でも大阪でも全国いろんなとこ行った時に、名古屋ってこうだよねとか言ってもらったりして、だんだんこう自分の名古屋っていうところを誇ってく、自分なら名古屋を誇るべきだと思いましたし、チームも家族も自分の一番近いところをちゃんとよく言えない人はどこに行ってもダメだな、まあね、でもやっぱりね、地元ってすごい大事やし、はい、自分の中の最小単位、さっき言ったようにやっぱりそこを愛せなかったら何も語れない、海外旅行とか行って日本のこととか聞かれる、はい、でちゃんと言えなかったら、はい、なんで自分の国のこと言われへんみたいな、はい、それと同じやと思う。そうですね、もちろん今は名古屋で良かったって、うん、はい、常々思ってます。なるほど、はい、昔名古屋ダンスディライトゼップで、それ以外にもちっちゃいクラブ、はいはいはい、名古屋大会とかもやってたけど、でそのゼップをやめてもう一回ぜひともやってくれと言われて、はい、まあ今日実は、はい、名古屋大会終了後撮影してるんですけど、久しぶりにやって、どうやった？思った以上に名古屋のチームがたくさん出てくるね。それがまず僕は良かったと思います。ベテラン組もいましたけど、若い子たちが多かったので、そうそうそう、今日見てみんなすごい、ね、はい、上手だったから、はい、お、名古屋のシーンすごい豊かになってきたな。そうですね、すごい感じた、はい、この前やった40歳パーティー、全国で、ね、はい、40歳世代のダンサーを集めてなんかビッグパーティーをやってた、はい、どういうきっかけでそれをやろうと思った？20歳の時に成人パーティーを同世代のダンサーがやって、で30歳になった時に味噌汁パーティーやろうって言って、まあ、それ僕が企画してやったんですけど、でその時も DJ、ラッパー、ダンサー、あとはあのサッチがカレー作りに来てから、キャスト全員ためっていうのを味噌汁パーティーの時にやって、楽しかったからまた10年後やろうねみたいな、同じことやりたくなかったので、40って結構いい年じゃないですか、40歳側が全員4000円払って入場無料パーティーやって、みんなを逆にもてなす、音楽とかダンスで救われてきた分をちょっとでも還元するパーティーをやろうよって言って、素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい。仲のいいタメダンサーを全国各地の人に連絡して、こういうイベントやるから名古屋来て4000円払って遊ばないって言ったら、もうみんながちょっと男前、女前すぎて、行くよみたいな、はい、え、何人集まったのそれ？60人ぐらい。素晴らしい。やっぱりそういう投げかけるっていう、なかなか怖くてできへん、それをやったっていうことがまず素晴らしい。 ありがとうございます。基本まあダンスもそうですけど、自分がやるイベントは他にないイベントやりたいですし、でもみんなが面白いってちょっと思ってもらえるようなことをやりたいっていうのは結構ありますね。はい、そう、昔から名古屋ってヒップホップな感じがするのよ。すごい、大阪とか東京ってダンサーはダンサー、 DJ は DJ、 ラッパーラッパーみたいな進化をしてきたけど、もう名古屋はもう全部が一体となってこうパーティーやってたっていうのをよく見て、でみんなすごいつながりがあって、でまあメジャーアーティストになったあのシーモネーターでもメイド家族とか、みんななんかダンサーとちゃんと繋がってるやん。そうですね。だからすっげえ羨ましいなと思って、それはやっぱり先輩がね、そうですね、高橋さんとか、はいはい、そのあたりが、そうですね、やってきた功績なんかなと思う、はい。本当そうです。僕のイメージですと、良くも悪くも、そのシーンが大きすぎない、ダンスだけとか、なり立ちにくい部分もあるので、そういうところでこう、すごい
一緒くただったんだろうなっていう、友人にとって、はい、ヒップホップとは、でも一番ずっと掲げてるのは自己表現、そのままの自分を出していいもの、うん、純粋な自分をとにかく出していくし、その時のもの純度が高くなるように日々、うん、あのダンスならダンスの練習、はい、人間性なら人間性を高める意識っていうのは持ちながら、うん、はい、ここが一番いいところだと思ってます。なるほど。ジャパンダンスディレクション、はい、ファイナルに6回出てますよね。UC のね、はい、このジャパンに対する思いっていうのは、本当にダンス始めた時に、うん、やっぱり一番大きい、うん、一番高いところっていう、で、まあ、今日も出て、まあ、今日はね、はい、ファイナリストにはなられへんかったけど、はい、40歳でやっぱりまだね、はい、チャレンジし続けるっていうそのモチベーションっていうのは、まあ、単純にいいものができたら、うん、たくさんの人に見てもらいたい。わかりやすいね。6回出たファイナルの、はい、一番自信あったの何年の？自信あったのは、うん、禁断の惑星を一曲使いしたボリューム22は一番反響はありました。その僕らのことを知らないかった人たちが反応してもらったっていう記憶もありますし、でも正直ファイナルではあんまりいい思い出はないです。なるほど。要は6回出たけど1回も特別賞にもかすってないやん。それは自分たちの中でどういう気持ちなの？いや、まあ単純に実力が足りてないっていうのが一つですけど、言い訳をするなら、自分たちはあそこのステージで輝くスタイルとチームじゃないかもしれないと思っていて、めちゃくちゃ面白い。知らずにやっぱり今日もチャレンジしたという、はい、地下のクラブとかの方がこう飛ばせるとは思うんですけど、もっと広いところで飛ばせるような自分たちになれるんだったら、まあ、そういう意味では何か殻破れるかもっていう気持ちで、はい、まあ、いつか入賞したいとは思ってみる。結果として、うん、もちろんそういう形になれば一番いいですし、その前にまあ自分たちが納得できたりとか、この現場見てた子とかが、僕はあの時のダフトめちゃくちゃ良かったんで、今でも覚えてますって言ってもらいたいです。一人でも伝わったら、はい、もうそれが一番やね。そうですね。有志にとって JDD とは、その届きそうで届かない一番ねだりたいおもちゃみたいな、めちゃくちゃ面白い。まあ、あれかっこいいみたいな。なんか、うん、わかる。ダンスをしていて一番楽しい練習はどう？練習はもともと最初から苦手なので。ああ、そうなの。あんまり練習しない。同じことを反復するとかできないんで、なんかウェーブ練習しようよってウェーブしてるんですよ、結局いつの間にか、はいはい、わーって踊って、もう自分の踊りたいのに踊ってしまうんで、はい、いやもうやっぱり優しい、すごいな。すごい、そのタイプは初めて。反復練習が嫌いっていうかできないっていう、返ってくる答えが違いすぎまとまらんな。将来の夢、目標を教えてください。いつまでも今が一番いいって言える自分でいられること。あの頃が良かったっていうのは酒の席だけでいいんで、若い子たちもいっぱい来ますけど、その子たちが今の自分見ていいって言ってもらえるように、まあでも、まあ俺もすぐ60やけど、はい、まあ30代とかは10代に戻りたいとか20代に戻りたいとか思ってるけど、まあ1ミリも。あ、本当ですか。全然戻りたくない。もう一回若い頃から苦労をするのはしんどいし、はいはい、別にあのピチピチの肉体で、もういろいろやりたいとも思わへん。今結構充実してる。理想ですね。じゃあ、有志にとってダンスは？なくても生きていけるけど、なかったら生活に色が出ないもの。はい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 。有志らしいね。本当ですか？うん。これはもう、想像の上を行かなかった。まあ、本人が言ってるより、周りはもうちょっと、ほんま有志さんもっと、なんか、ダンスに対して熱くっていうか、もちろん熱いけど、その自分の生活の人生のバランスっていう面でそうだっていうだけやな。ダンスのシーンに行った時は、僕が仕事をしてることとかは、もう逆に関係ないっていうか、ダンスのことだけ見てほしい。
あの仕事してるのにすごいねっていうのは褒め言葉じゃないと思いますし、ダンスだけしてる人にも絶対負けたくないとは思います、うんはいはい、それよ、感じてるのはだからさっきの答えやったらなんかダンスを中途半端にする、はい、思われるかもわからないから、はい、ちゃんと深掘りして、はい、その答えを聞いて、ありがとうございます。いや、今日はもう長い時間ね、ちょっとお疲れの中、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございました。はいはい、もう昔からね、優秀のことすごい気になってたから、ね、やっぱりね、はい、全然他のダンサーと発言とかも違うし、はい、まあ、踊り方も違うし、はいはい、どういう人なんかなって、はい、まあ、何回も喋ったことあるけど、はいはい、こんなに深く喋ったことないから、はい、すごく人生バランスよく生きてる。本当ですか。うん、踊りとは裏腹に、そう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 踊りがまあめちゃくちゃっていうかまあめちゃくちゃって言ったら失礼かわからんけど、すごい個性的やけど、ダンスだけじゃなくて人生の中のダンスっていう風にうまく捉えて、だからまあ昔はもうダンサーやったらダンサーにしかならへんっていう人多かったけど、今すごいこう社会人やりながらダンスやってる人が結構増えてきてるやん。だからそういう人の参考にはすごいなると思うし、面白かった。あ、本当ですか、よかったです。未来に対してやっぱりすごいワクワクしてるっていう、全方向に対して素敵なエネルギーをもらえたんで、ありがとう。はい、これからもよろしく、はい、お願いします。はい、ジャパン30周年8月25パシフィコでユースケの歴史を掘っていくというよりは、ユースケがジャパンの歴史を僕に聞くと。もうそもそも論なんですけど、根本的にこのダンスディライトを始めたきっかけっていうのは何なんですか。ステージに出た瞬間みんながうわー、あれはもう震えたな。すごい、今でもそんなイベントはもうないっすよ。みんな総立ちで拍手したんですよ。でそれにつられて観客が全員ほぼ全員立って拍手したんですよ。すごすぎると、ここまで人を動かすんだ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。僕がまとめた世界に一つだけの名古屋ストリートダンスヒストリーノート、ぜひ見てみてください。いやー、要チェックです。概要欄に掲載しておきます。それでは、バイバイ。